もう今みたいな感染症が日常化されても1年ぐらい経つと思うんですけども、あれは、はい、重吉さんはどんなふうに捉えてらっしゃいます？そうですね、なんか怖いなとか、当初は、うん、当初は気にしなくてもいいかと思ってましたけども、うん、はい、まあ、実際にその行動範囲が制限されちゃったり、まあ、うん、自粛要請みたいな形で、はい、ね、そうですね、キックボクシングジムも1ヶ月間は休業要請に従ってお休みになったっていうことで、はい、まあ、無視はできなくなったっていうのはあります、はい、はい、で、まあ、僕なりのアプローチというかですね、まあ、そのマスクを着用するとか、まあ、手洗いをするとかっていうのは、まあ、従うというかですね、当然のように行って、はい、まあ、あとは、免疫力を高めるっていうことに、まあ、ちょっとフォーカスを置いて、うん、あとはその関わる方たちにもちょっとそっちの方もね、免疫力を高めるっていうことをちょっとお伝えしてるというような感じですね、うん、なるほどね。やっぱり私もね、まあ、両方の思いがあってどちらかというとこっちかなっていうのがあるんですけども、一つは、はい、防御することなんですよね。もちろん手洗いとか、それから人との接触を避けるとかっていう防御、家の中に閉じこもるとかあるんですけども、もう片っぽでは、やっぱり思い通りの人生を行こうと思ったら、多少の危険は顧みずに動かないといけないところがあると思うんで、攻撃力ですよね。まさに免疫力をつけて、まあ、病に負けない体を作るっていうところも一ついるのかなと思ってるんですよ。どちらかというと私はそっちの思いが強いんですけども、ただ、社会情勢とかを考えると、どちらかというと、おとなしくしてるふりをした方がいいかなと思ってるんですよね。そうですね。実際私、接触機会がほとんどないんですけど。確かに。うん、その、ふりみたいなのは、まあ、マナーというかですね。まあ、そういうのは、うん、まあ、身につけなきゃなと思いました。まあ、でも、はい、本質は、まあ、僕も、免疫力を高めるような行動を、うん、まあ、取るいいきっかけになってるとは思うんですけども、だからそういう情報発信っていうのは全然ないなというふうに思いますね。ああ、まあ今日きっかけにね、なんかこう、まずは元気な体も作っていこうねみたいなのがあってもいいかなと思うんですよ。それは在宅でもできることだと思うんで、今日は特にそこに結構リンクしてるところがあるんじゃないかなと思ってます。在宅で一人で丈夫な体作るぞみたいなね。そうですね、うん、しかもカップラーメンを食べながら。はい。カップラーメン、確かに。まあ、はい、美味しいと思うんですけどね、カップラーメンは。でも、だんだん食べなくなってきましたけどね。あ、それは。美味しいとは思ってますね、うん。あれなんですよね。私の場合は YouTube でカップラーメン食べてるところとか、菓子パンを食べてるところを放送するんですけど、そうするとね、それしか食ってないんかいって見えるんですよ、やっぱり。うん、むちゃくちゃ月に1回ぐらい食べたりとかちょっとたまたま連続で食べてるのを切り取ってるだけでずっとみたいに思われちゃって、まあ無理もないけど、うん、大学生の時に、まあ、本当にそれはめんどくさいとか、うん、お金がないとかそういう理由で3日間カップヌードルだけで過ごしたことがあるんですけども、おお、その時にもう飽きちゃって、あ、もう今はカップヌードルだけは食べれないですね。あ、なるほどね。だからカップラーメンばっかりって言ってもそんなに食べれないと思うんですよね。飽きちゃうんで。飽きちゃいますね。シーフードヌードルはまだ食べれます。おお、いいですね。私もシーフードヌードルありますよ。はい、じゃあ時間になりましたんで今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。速稼塾の久保です。今日はですね、前々からずっと気になっていたんですけども、なんか暴飲暴食をしてもね、元気な体が作れた上になんか体も鍛えていけるんだよって話をちょっと聞いたんで、それを放送してたら、いやほんまっすよみたいな感じで今日はね、お話しいただいたんで、じゃあ早速ちょっとリアルで話させてくださいよってことで今日はズームにお呼びしたんですけども、実際、あれですかね、
暴飲暴食をするかどうかっていうのはちょっと後で聞きますけども、まずはちょっと自己紹介を軽くしてもらっていいですかね。はい、では自己紹介させていただきます。はい、速稼塾の塾生でもあります。キックボクシングインストラクターをしています重吉文人と言います。うん、今東京に住んでます。東京在住で出身地は東北山形県です。ああ、今雪がかなりなんかこう迷惑してるみたいですけども、そんな感じなんですかやっぱり。いや、実家の方からは特に雪がすごいとかそういう連絡はないし、まあ、本当に豪雪地帯なんですよ。ああ。なので、うん、あまりそれが大雪が降るのが普通っていうところですから、うんうんうん、まあ、気にしては、まあ、大変だとは思いますけども。そうですよね、うん、はい、あまり大雪はニュースにならないですね。なんか降るのが早いとか遅いとかそれぐらいだと思います。あ、なるほど。で、今東京にお住まいになって割と雪のご苦労はちょっとだいぶ楽になったかなってところですかね。はい、もう本当に、うん、天国のようだと思ってます、ね。まあ、その代わり今ね、東京は別の不自由さがありますけどもね。はい、まあでもあったかい冬っていうのはね、本当にありがたいことです、雪国の人にとっては。まあそうですよね、うん、はい、はい。ということでね、今日はお話聞きたいんですけども、まあ、まずその、まあ、うちの私の、ね、速稼塾に参加してくださってるんですけども、その速稼塾との出会いっていうのはいつ頃どんな形ででしたっけ。2017年に僕は暗号通貨投資に興味を持って、うんうん、YouTube ももちろん使って情報収集してたんですね。もともと金融投資っていうのには興味があるタイプだったので、はい、暗号通貨の情報収集をしてたら、久保さんの動画を視聴しまして、懐かしいですね。そのまま、はい、そのまま伝説のというかですね、2017年末のセールス動画で入塾を決めました。恐れ入ります。暗号通貨っていうのはやっぱり新しい分野であったらいろんな可能性を感じたんですけども、今こうしてみると2020年、はい、そして2021年になってたじゃないですか。まさになんか油が乗ってきたなっていう風な気はするんですよ。まともなことになってきたみたいなね。ああ、なるほど、うん。まあ、僕はもうちょっと距離を置いてしまってますのでね、2018年ぐらいまでは、はい、本当に使ってみたいなとか、うん、楽しみに待っていたんですけれども、まあ、その僕の期待通りには、ちょっとまだ時間的にかもしれませんけれども、まだなってないというところで、まあ、少し僕は暗号通貨からはもう距離は置いてしまいましたね。あ、なるほどね。はい。もうそれも致し方がないというか、いろんな時期がありますからね。はい、いや、私は2014年ぐらいからね、この通貨革命っていうものが、情報革命の次に起きるっていうふうに考えていたんで、どうなるかわかんないけど、ちょっと、これはどんな通貨革命なんだろうと。もしかしたら、QR コード決済のことなんではないかと、今思い出してるんですけども、まあでもね、お金のことっていうのは、興味が尽きないもんだなと思いますね。はい。面白いですね。はい。ただね、重吉さん、お金のことより、私はね、実はね、もうちょっと優先順位高いのが、体のことなんですよ。だから今日はね、お金のことよりも、健康のことについていろいろとお話聞いてみたいんで、ちょっとね、その速稼塾にね、はい、健康とか、何ですかね、アンチエイジングとかね、あんな感じのことをもっともっと入れていきたいなと思うんで、今日お話いろいろ聞かせてください。ちなみに重吉さん、お好きな食べ物とか、なんか嫌いな食べ物とかあるんですか？オーガニックが好きみたいな、なんか野菜しか食べませんみたいな、そんなのじゃないでしょうね、もしかして。はい、ですね、まあこういう質問されると、まあ、僕は素直にチーズが好きですね。チーズが好きで、うんうん、まあ、チーズを使ったお料理、グラタンとかドリアとかリゾットとかが好物ですというふうに答えますね。これは本当
で、あとは嫌いな食べ物なんですけども、うん、まあ、基本的にはないっていう感じなんですが、まあ、皆さんが食べる多くの、まあ、友達とか友達付き合いとかする中で、まあ、みんなが食べるけど僕があまり食べないっていうものはラーメンですね。あ、ラーメン食べる。はい。でなぜかは分かんないんですけど、まあ、家族は好きなんで、小さい頃ラーメン屋さんに家族で行くっていうことはたびたびあったんですけれども、うん、まあ、僕は食べれなくて、食べてみてもあんまり美味しいと思わなかったんで、うん、本当に小さい頃はね、ラーメン屋さんで泣いてましたね。ああ、そうなんですか。はい、まあ。そういうこともあるでしょうね、ラーメンね。まあ、ラーメン好きの方は多いんですけども、かといってね、まあ、嫌いな方もいると思いますんでね、苦手な方も。でもカップラーメンは美味しいと思って小さい頃から食べてるんですよね。うん。いや、やっぱね、もうカップラーメンは美味しいと思いますね。特に何味がいいですか？特に、あ、普通の醤油味とか味噌は、味噌ラーメンも好きですね。うん。でもそのカップラーメンとかを食べると体に悪いって私は聞いてるんですけども、でも食べちゃうんですよね。これが良くないんだろうか、48歳の体にはと思うんですけども、でも食べたいものを我慢してね、なんかもっと体が悪くなりそうなんですけどね、うん、どうなんですかね、その辺は。うん、まあ、僕もインスタントラーメンなんかは食べたくなるし、うん、あとはもうやめられないのは甘いものですね。チョコレートとか、うん、アイスクリーム、うん、そして、スナック菓子なんかも、まあ、僕はやっぱり食べたいなって毎日思いますね。ああ、そうなんですか。いや、はい、そうね。でも、そうですね。で、実際食べてるんですよ、毎日のように。え、あ、それなんですよ、聞きたかったの。はい。いや、私はね、甘いものとか、カロリーの高いものとか、ファストフードとかね、それから、お弁当買ってきて食べるみたいなのを、なるべく我慢してるんですよ。欲しい時もあって、どうしても手が伸びちゃう時もあるんですけども、でもね、その好きなものを食べれないっていうこのストレスっていうのはなんかね、その筋トレをする意欲もなえさせちゃうっていうかね、ウォーキングもなんかしたくなくなっちゃうみたいなところがあって、本当はね、好きに食べて好きに飲んでみたいなと思う中で今日みたいなテーマの暴飲暴食ダイエットみたいなところに来たんですけども、いや本当にこのね、好きなものを食べても健康になれるのかなってもう誰でも思うと思うんですけども、その辺はどうなんですかね。なんか乱暴にやっちゃダメなんだと思うんですけど、ある程度のなんかね、節制をしながら、でも時には好きなようにっていうところだと思うんですけども、実際杉吉さんは結構毎日自由に食べられてます？はい、はい、自由に食べてるんですけれども、工夫としては、うん、食べる時間をこう1日24時間のうちで8時間、まあ、連続してるんですかね、連続8時間、まあ、例えば最初の食事がお昼の12時だとしたら、最後の食事は夜の8時までにはおしまいにすると、まあ、この8時間の中で、まあまあ、好きなものは食べるし、そうですね、まあ、何時に食べるかっていうのも、まあ、12時から8時までの間にだったら、まあ、どこに、まあ、その都合で設定するみたいなことをしてます。とにかく最後の1日の最後の食事から翌日の最初の食事まで睡眠時間も含めて16時間空けようという工夫をしています。なるほど。じゃあなんかこう大きなルールとしてはそれが一つあるだけで、あとは割と自由なんですか？ほぼ自由だし、ちょっとはさらに工夫があって、うん、どうしてもやっぱり僕の場合時間としては夜夕方から深夜にかけての8時間ぐらいで食べるんですけれども、はい、まあ、朝は通常通り起きるので、まあ、午前中に起きるので、やっぱりその朝ごはんに変わるものっていうのはやっぱり欲しくなるんですね。お腹はお昼ぐらいになるとやっぱり空いてきちゃうので何も食べない、水だけだと、うん、ですので、まあ、僕は本で紹介されていたバターコーヒーっていうものを取り入れて、16時間断食を継続しています。で、このバターコーヒーっていうものに関しては、まあ、レシピもちゃんとあるんですけれどもそう、コーヒー
っていうものがあるんですけど、これはその16時間の断食の効果を阻害するものではないというふうに書かれていました。でさらに、健康に良いということで、使ってます。バターコーヒーってのはコーヒーの中にバターを入れるみたいな単純なものではないんですか？そうですね、そんなに単純ではなくて、レシピとしては、バターでもバターもあるものがあってですね、牧草で育てられた牛のミルクを使ったバターということで、大体日本の牛っていうのはね、穀物を使って育てられてるのでちょっと使えないと、その油の種類がね少し変わってきてしまうということで、牧草で飼育された牛のミルクが原料のバターと、あともう一つの脂質があるんですけれども、 MCT オイルっていうもので、でこちらは、ココナッツオイルから中鎖脂肪酸っていうものを抽出したオイルですね。その2つの脂質をコーヒーに混ぜるというものになります。スプーンでなんか溶かすっていうんだけだと混ざらないみたいで、ブレンダーっていう僕は電動のギュイーンって回る調理用の道具で、まあ、かき混ぜて、はい、そうすると成分がですね、体内に吸収しやすい形に変わるということですので、うん、まあ、その調理方法で作ってますね。あ、じゃあその、そういったものです、うん、バターコーヒーが朝食の代わりになってちょっとお腹を抑えてくれるんで、お昼本格的に食べるときまではだいたい持つみたいな感じですかね。持ちますね。まあでもこうして聞いてみると、12時から8時までの間で1回こっきりの食事じゃなくて、2回ないし3回バランスよくこうお腹が空かないように食べていけるとしたら、しかもそれが特にね、あれがダメこれがダメじゃなくて、おおむねなんか思いついたものを食べれるとしたら、これいいですね。はい、とてもいいと思います。やっぱり好き放題食べたとしても、まあ、やっぱりその8時間とか、まあ、僕はもう少し短いと思うんですけどね、6時間くらい以内の間に食べてるんで、まあ、そういう短時間で、まあ、物理、まあ、時間的な制限があるんで、あれもこれもって食べたとしても、結局その起きてる時間いつでも好きに食べていいよっていうのに比べると、多分取ってる量ってこう幾分かこう減ってると思うので、強制的にこう時間を限らせるっていうことで、まあ、食べる量も自動的に抑えられてると思います。はい、そんやっぱお腹いっぱいになりますからね、好き勝手食べてると、はい、で次の食事までもそんなに時間もないですし、うん、はい、するとなんか私がねちょっと一番最初に聞いた時っていうのは、一日一食なのかなと思ったんですよ。そうではないですね、全然ね。はい、一食ではなくても大丈夫ですね。うん、その16時間空けるっていうことが、まあ、ポイントみたいで、うん、まあ、その間にこう人間の修復機能っていうのが働くから、まあ、その修復機能、まあ、消化吸収とかもそうなんですけども、まあ、そういった時間を与えないと、まあ、本来の人間のこの消化吸収して体を修復する機能っていうのがこう全部、まあ、仕事が終わらないということみたいなので、ね、16時間空けておけば、まあ、それが終わるから、うん、そしたら次の食べ物を入れればいいですよということみたいです、うん、というとだいぶ本題に入ってきたんですけども、その16時間の断食っていうふうな言い方もできたりするわけなんですか？はい、そうですね、もともと僕がこの知識を得たとき本の中では、なんだっけ、断続的断食みたいな、うん、日本語の訳され方で、はい、まあ、断食って最初に何の知識もないときに、まあ、断食って聞くとやっぱり何日間か食べないっていうようなものだと思うんですけれども、うん、でその本のこのなんていうんですかね、この断続的断食っていうのは半日断食みたいなもので、まあ、その1日のうち、本の中では、まあ、16時間から18時間っていうふうに書かれてたんですけども、まあ、その間、まあ、断食、まあ、飲むものを食べない で残った8時間ないし6時間で食事をすると、うん、っていう方法でしたね。うーん、なので、まあ、それでも断食という理由ということです。まあ、本当ね、断食っていうと飲まず食わずみたいな印象はありますけども、要するに16時間っていうのはおそらくその
体内のいわゆる内臓とかの修復時間とか休憩時間で、それをしないから現代人はちょっと食べ過ぎたりとか、胃に物が入った状態で寝たりするから、内臓が休まる時がなくって、どんどん内臓を老化させて、結果、肌がブツブツになったり、疲れやすかったり、不眠になったりするみたいなところにつながってるんですかね。そうだと思いますね。僕も当初、本とか雑誌とかでこの話を読んだ時に、まあその当時ちょっと、健康とか体調管理に関する勉強会みたいなものも主催してたんですけども、うんまあ、その時に覚えてるのがみんなにこう伝えたのは、このダイエット方法は内臓を休ませダイエットと名付けるみたいなことを僕は言ってたんで、はい、そうですね、うん。内臓を休ませるっていうことがまあポイントだったんだと思います。うん、確かにね、私もあれからいろいろと、まあ、調べるってことではないんですけども、いろんなとこ見に行ったんですけども、ちょっとだけ空腹って割とコンディション良くなるみたいなことを聞いたり、体験もそういえばしたな、みたいなね。なんかその大事な、例えば試合の前とかね、スポーツの試合の前って満腹にはしないんですよね。もちろん。で、私はここ3年、4年ぐらいは、民謡をやってるんですけども、舞台の前ってみんな昼食はおにぎり1個ぐらいで、ちょっとお腹空かせないと歌えないし、もう動きが悪いっていう、本当にみんな一様に言うんですよね。確かにそうだなと思って、私も何かことを起こす前って満腹にはしないようにしてるんですよ。で全部が終わった後に一生懸命食べるみたいなことありますけども、ちょっと空腹の方がコンディションはいいんだろうなって気がしますけども、あれ、重吉さんもそんなこと感じます？ちょっと空腹の方がちょっとコンディションいいみたいな。はい、運動をする、まあ僕はキックボクシングをやったり、あとはランニングをしたり筋トレをしたりするんですけども、うん、もう今はちょっと筋トレに関してはちょっと特別な事情があって、まあものすごく糖質を使うんで食べてからしっかり食べないと逆に乗り切れないんですけども、うんまあ、そのキックボクシングやランニングなんかでは、その先ほど言ったみたいにバターコーヒー、朝食のバターコーヒーのみで、まあ、午前中もしくはお昼くらいに1時間とかのトレーニングをして、まあ、そのトレーニングが終わった後に、食事を取るっていう方がトレーニングの質っていうのはね、うん、高いなっていうふうに感じます。はいはい。ちなみにですね、アイスクリームとかって食べます？食べます、はい。今日は確かまだ食べてないけども、はい。さあ食べますと、もうほぼ毎日かな、食べますね。いや、いいですね。私はね、アイスクリーム大好きに食べたいんですけど、やっぱこう、太ることとか考えると、ちょっと我慢するんですよね。はい、でも、調べてみたら、アイスクリームはさほど健康に悪いものではないみたいですね。でも、もちろん、なんか、一言にアイスって言っても、4種類に分かれてて、種類があるみたいですね。はい、で、さらに、やっぱりメーカーさんによっても添加してる、添加物が違うので、まあ、一くくりでアイスは体に悪いとはやっぱり言えないので、はい、言えないみたいで、まあ、選べばその比較的体に優しいアイスクリームがあるみたいです。私はね、ハーゲンダッツをたまにちょっと贅沢で食べるのと、普段はね、モーっていうなんかその滑らかなやつがあるんですけども、これはね、結構食べるって言っても、週に1回ぐらいなんとか食べるぐらいなんですけども、これが毎日食べれたら幸せだなと思ってるんですけどね、なんかおすすめのアイスってどんなものがあります？その2つも、確か、アイスクリームのカテゴリーでは、アイスクリームっていう、なんでかな、乳脂肪の割合あると思うんですけども、うんうん、そのアイスクリーム、あとは、なんだっけ、ラクトアイスとか。ああ、書いてますね。とかね、一番その乳脂肪かな、少ないのは氷菓子みたいな感じのものだと思うんですけども、うん、その2つはアイスクリームのカテゴリーのものでしたね。うん、なので、まあ、僕もなんとなくそのアイスクリームっていうふうにこう見れば書かれてるんで、これはラクトアイスだとかアイスクリームだとか書かれてるんで、まあ、僕もアイスクリームを結構選ぶようにしてるんですね。そういう点だと、スーパーカップのバニラ味っていうのも、確かアイスクリームですね。うん、ねえ、アイスってもうそうやって、
選び方によっては気にしなくてもよかったり、食べ過ぎちゃ本当にやばかったりするもんなんですね。あと僕の工夫なんですけども、アイスクリームアイスの体に良くないところはやっぱり胃腸を冷やしちゃうところが良くないみたいなんで、あの、あったかいお茶とかと一緒にアイス食べながらあったかい紅茶とかそうやってなんか中でなんとなく温度を胃の中で温度をこう一定にするような工夫をしてます。あ、確かに内臓冷やすのはね、やっぱこういろんな意味で良くないらしいんで、それはあり得るかなと思いますね。あれはどうですか、あの飲み物でね、あの清涼飲料水で、まあ、代表的なのコーラなんですけども、飲んだりします？しないです。コーラ飲まない？はい、 あの辺は飲まない、ね、コーラもたまに飲みたくなるんですけどね。お酒とかどうなる？お酒もほぼ飲まないですね、ワインが好きなんですけども、はい、もうレストランに行った時にあの料理を楽しむために飲むっていう感じなので、はい、今はそういう機会がないですから。あ、ないですね。はい、じゃあもう一個だけ、はい、ポテトチップスはどうですか？あ、こちらはちゃんと今日も食べてます。ちゃんと食べてる。うん、まあ、ちょっとね、はい、あの安心したというかね、あ、そんな特別な食生活に押し込めてるわけじゃなくて、むしろわ私よりも自由に食べてるような気がしますね、それはね。まあ、ここまでのところはそうみたいですね。我慢してないですからね。はい。うん。で、そのキックボクシングが、まあ、趣味ということで、結構体もね、作られてると思うんですけども、まあ、ジムとかには通ってらっしゃるんです？仕事場がジムっていうのがあってですね。うんうん、まあ、たまに、もう本当に少ないんですけども、まあ、その休みの時にもそのキックボクシングジム、仕事場のジムに行って、まあ、少し練習させてもらったり、あとは、うん、去年はキックボクシングの先生 YouTube で見つけてですね、ああ、パーソナルレッスンを受けに行ったりしましたね。ああ、すごい。じゃあキックボクシングのジムに通ってらっしゃったら、やっぱこう食べ物の指導とかあるんじゃないですかね。そういうのはそんな入ってないんです？あ、入ってないですね、うん。特に入ってないんですけども、やっぱり質問として、なんか僕のこの体型とか、あの見てくださった方が、あの何食べてるんですかって、まあ、ダイエットの意味でだと思うんですけども、何食べてるんですかっていうふうには聞かれますね。よく受けます、この質問。はい、こうしてね、見ていても、そのバランスボールの上に座ってらっしゃると思うんですけども、非常に整った体型されてるんですよね。はい、ありがとうございます、ね。通常、スナック菓子食べたり、アイスクリーム食べたりしてる人は、そういう体にならないはずなんですけども、そうとも限らないなというふうに思ってきました、私は。はい。なんかそこにはちょっとね、さっきの16時間内臓を休ませるみたいな工夫で、より効果的に消化と吸収をして、まあ、吸収しなくていいものは、そのまま外に流すみたいなことをされてる。というか、ね、そういうふうになっちゃうのかなと思うんですけどね。あの、重吉さんみたいに、こう、食生活をコントロールしてると。内臓を休ませるって本当に大事なんですか？そんな、そのぐらい。そうですね。やっぱり何かを食べるっていうのは、その消化吸収っていうのは、まあ、結構大仕事みたいなんで、人間にとって。うん、僕たちは、ね、なんか食べて終わりだっていうふうに思ってるんですけども、結構その、中で、体の中では大仕事、やっぱりドラマチックなことが多分起こってると思うんです。はい。はい。なんで、まあ、その時間が、やっぱりそれなりに、そんな大仕事なんだから、まあ、消化吸収だけじゃなくて、このダメージを受けた筋肉とかは修復しないといけないので、特に、みたいに、キックボクシングジムで、体を動かしながら、働いてるっていう場合は、休みの日は休みの日でまたジムに行ってトレーニングしたりするわけなんで、うんうん、まあ、そういうしっかりこう回復するっていう時間とか回復するための行動っていうのは どうしてもあのセットで考える必要がある、うん、あると思うんですね。トレーニングだけで終わりっていうことではなくて、トレーニングと栄養と休養っていうのは、これはセットじゃないと身体能力っていうのはね、向上していかないんですよ。それがなかなか
知識がないっていう方が結構多いですね。トレーニングすれば身体能力が上がるっていうふうに思ってると思うんですけども、はい、実はトレーニングすれば体はダメージを受けるんで身体能力的には、ね、下がっちゃうんですよ、うん、でそれを回復する前にまた次のトレーニングまた次のトレーニングってやっていくとどん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 弱い体になっていってで怪我してしまって今度はもう運動もしなくなるということが多いんで、うんまあ、そこはそういうふうにならないように、まあ、指導というかアドバイスさせていただいてます。あなるほど、なんかちょっとなんか私のことを言われてるみたいで、こういう故障するとね運動しなくなって運動しなくなると体を動かしにくくなって故障しやすくなるんですよね。なるほどね。はい。ちなみにですね、身体機能多分、シギラさん上がってきてると思うんですけども、今、体動かせたりとかします？はい。ぜひ、一応、キックボクシングインストラクターということで、今日は。そうですよね。うん。はい。ちょっと無理ない程度に、そのお部屋の中で、そうですね、はい。パフォーマンスお願いします。はい。では、まあ、ハイキックをちょっとご披露しようかなと思います。はい、お願いします。どのぐらい動くもんなんですかね。もう私はハイキックどころか片足立ちができないですそうですね、いきなりやると危ないんで、うん、危ないですからね。ちょっと体をほぐしながら。おお。そうです。じゃあいきます。はい。反対の足もやります。はい、はい、ちょっと軽くこんな感じですかね、はい、もう私の場合筋肉がつりそうで怖いですけども、しげさんは40ちょっと前でしたっけね。そうですね、38歳です。あ、38歳と、はい、鍛えてる人は十分動く年齢ですけども、運動してない30代を過ごすと全く動かないでしょうね。そうでしょうね、うん、まあ僕がもうすっかりなんかそういうフィットネス業界というかですね、うん、にいるんで結構その長いんで結構そのなんていうんですかね、このぐらいの年齢になってもまあ、本当に素晴らしいコンディションを保ってる方たちっていうのをたくさん見てるので、うん、難しいんですけれども、まあ、全然そうでもない友達同世代の友人なんかを見たら、まあ、おそらくまあこんなには動けない、生きては動けないと思います、ね。うん、まあ、確かにね、身の回りにいる人がアスリートばっかりだからもう珍しくないですよねうん、そうだと思いますね、多分比較的。はい。まあ、逆にそういう環境だから、肉体の維持も結構ポジティブになれると思うんですよ。やっぱりこう、運動しない人に囲まれてると、なんかね、しなくなりますよね、結構ね。お互いお腹出ちゃったりとかして、あいつよりはまだ大丈夫みたいな思っちゃうところもあるんで。はい。じゃあね、ちょっとね、その、キックボクシングインストラクターっていうものについて、ちょっと教えてもらいたいなと思うんですけども、まあ、どういったお仕事なんですか？やっぱこう、試合をやったりするパターンなんですか？それとも、体を鍛えたりとか、健康を、こう、趣向してやるような感じなんですか？はい。でまず、キックボクシングインストラクターの仕事は、おそらく、どんなジムでも同じようなものだと思うんですけども、キックボクシングのグループレッスンですとか、その複数の会員さんを対象にした時間を限ったレッスンだとか、あとはパーソナルレッスンですね。こう一人のお客さん相手にその方に合った練習とかね、指導をするっていうのが仕事ですね、基本的には。で僕の場合は先ほども言ったんですけども、その栄養指導みたいなことは入ってないですね、うん、で、よくもしかしたらなんかプロの選手を育成するみたいなイメージがある方もいらっしゃるかと思うんですけども、それはトレーナーっていうふうにそういう方たちは呼ばれていて、まあ、その キックボクシングのトレーナー、選手を育成するトレーナー、例えば次の試合の対戦相手のことを分析してこういうふうに戦おうかとか、こういうテクニックを練習していこうかとか、そういうトレーナーとはちょっと違っ
って、まあ、そのインストラクターキックボクシングの技術を使ってで僕の働いてるジムっていうのは、試合に出たいっていう人もの割合はかなり少ないですね。基本的にはもう試合なんかは全然考えてないんだけども、キックボクシングでダイエットとかストレス解消、うん、運動不足解消の目的に通ってるっていう方が、まあ、ほとんどのジムに通ってます。あ、確かにね、イメージとしては格闘技に向かう人たちが集まるところなのかなと思っちゃったんですけども、うん、キックボクシングとは言っても試合目的じゃなくて、そうですね、そう、肉体をちゃんと作っていったりとか精神鍛えたりとか、まさに健康志向する人の集まりっていう部分が多いんですかね。もうほとんどがダイエット目的と運動不足解消ですね、うん、まあ、最近聞くのは、まあ、その2つがしかないっていう感じですね。あと、うん、なんか在宅ワークになっちゃって太っちゃったので、キックボクシング始めたいっていう方が、まあ、最近は本当に多いです、うん、というと年齢的には同年代よりちょっと上みたいな感じです。それが幅広いですね。もう、うん、平均するのがちょっと難しいぐらい、本当に中学生から、そうですね、60代ぐらいまでの方は割とまんべんなく見ますね。すごい。で、男女も半々ぐらいです。やっぱこう皆さん最初は体が動かなくても、例えば40代50代の方でも運動しばらくしてなかった方でも動けるようになってくるもんですか。はい、うん、やっぱり一生懸命通ってくださる方は、うん、着実にもう進歩しますね。やっぱりそのもう何でもそうなんだと思うんですけども、コンスタントに着々となっていくっていう感じじゃなくて、なんかある日突然なんか、あ、こんなに上手になったんだっていうふうに、こう、でもそういう人たちはやっぱりコンスタントに通ってくださってる方たちで、あの、たまにね、あの、久しぶりにこうクラスに出てもらったりした時にこう指導させてもらうと、なんかあんなに運動できなそうなやなっとした感じだったのに、もうこんなこともできるようになったんだとかいうふうに驚くことは多いですね。でも結局コンスタントにずっと通ってくださってる方たちですね、そういう方たちは。じゃあ基礎的なトレーニングをずっと積んでると、いきなり伸びる瞬間がこうズバーンとあるみたいな感じですかね。そうですね、それがまあ何回もあるんでしょうね、ずっとやってると。それなかなか、指導してても楽しいところですね、それはね。いや、本当に楽しいですね。うん、なるほど。キックボクシングインストラクターね。はい。お仕事のことはだいぶ見えてきました。で、ちょっとね、はい、健康にまたお話を戻したいんですけども、その、重吉さんの考える健康っていうのは、まあ、どんなもので、どうやってそれを、こう、作っていくっていうふうなね。まあ、ちょっと私もどういうふうに、お話すればいいのかわかんないですけども、まあ、健康とはどんなものか、ちょっと自由に話してもらっていいですかね。はい、健康には実は定義があってですね、うん、インターネットで健康の定義って調べていただくと出てくるんですけれども、うん、まあ、考えてみると、病気じゃないとか、うん、怪我してないとかっていうのは思いつくと思うんですけども、まあ、そういったことだけではなくてですね、健康の定義っていうのは精神的、肉体的、そして社会的にも全て満たされている状態っていうのが健康の定義なんですね。で、僕これをですね、ランニングアドバイザー養成講座っていう時ところにたまたま通ってた時があって、うんうんうん、まあ、その講座の中で学んだんですね。で、当時の僕は実は全然業界が違う、仕事も職種も違う、はい、原子力業界っていうところで機械系のエンジニアとして働いていたんですけども、うんうん、その当時の僕にとってすごく納得がいったし、うん、で、僕の状況に当てはめたときに、じゃあ僕今健康かなって当時考えたときに、まあ、ちょっと健康じゃないなというふうに思ったんですね。というのも、まあ、長時間のデスクワークで、肩こり腰痛、あと目がもう本当に疲れるとか、うん、まあ、そういう状態でしたし、
その仕事自体も、入社して立った時にはもうすでに、もうこの業界というか、この、そうですね、この仕事は定年まで僕の能力的にはできないなというふうに感じてました。もうあまりにも難しすぎて。うん、同僚はもちろんですね、後から入ってた後輩のエンジニアとか、他社のエンジニアとかと自分を比べた時に、本当に僕より優秀じゃないっていう人は一人もいなかったと思ったんですね。もうこの業界で僕一番底辺のエンジニアだと感じましたね。うん、なので、心の潜在的にこうなんか会社から離れた時にこう自分の小さくてもいいからなんか自分のビジネスを持ちたいなっていうふうに思ってたんだと思う。それで、まあ、そういった講座にも通ってたりしてたんですね。うん、で、もう日々仕事の中ではもう30代に入った頃だったと思うんで、もうすぐ、まあなんかギリギリヒーラー社員でいられるみたいな年だったんですね、30歳ぐらい。はい。で、徐々にそのプロジェクトを主体的に進めていかなきゃいけないっていうような立場に入ってきて、そうなんだけども、全然上司の手から離れられないし、お客様から問い合わせとかあったとしても、対応を、やっぱりこう上司にこんな質問来てるんですけど、どう対応したいですかって聞かなきゃいけないとかっていう感じだったんで、まあ多分、お客様も、上司も、こいつ全然分かってないなというふうに多分思ってたと思うんですよ。まあ、そういうのがもう日々もう職場では感じられてたんで、もう憂鬱でしたね。うん、というところで、まあ、全然その時健康ではないなと思いました、うん、で一方今はどうかっていうと会社はね無事に会食は辞めることができて、まあ、多分ね会社の方たちもやっと辞めたかと思ってると思うんですけども会社も離れることができて、で、まあ、キックボクシングインストラクターの仕事っていうのは本当にうん、まあ、報酬は少ないんですけども、当時の僕から見れば、キックボクシングを教えて感謝されて、それで何お金もらってんのかと、多分相当羨ましがってると思います。なんで、うん、であとは、まあ、体もですね、うん、インストラクターになるために、まあ、筋トレを始めたりして、まあ、インストラクターになってからも、やっぱり長時間の、今度は肉体労働になっちゃったんで、結構大変でしたけれども、だんだん最近慣れて、体も強くなってきて、ね、このダイエットの16時間断食みたいなダイエットとか、うん、の工夫で、うん、体も強くなってきましたんで、うん、全然体調も崩されなくなりましたので、うん、まあ、肉体的にも精神的にも、まあ、社会的にも、ね、結構満たされてきたなと思うんで、まあ、今はその健康だなと思います。そして、まあ、これからはね、もっとさらにその、健康の増進っていうことを、ね、していきたいなというふうに思ってますね。ああ、なるほどね。いろんな経験を経て健康っていうものをこう重要視して今それを手に入れた状態ではいるのかなと思うんですけども、これから多くの人に同じように健康っていうものを届けたいですよね、やっぱりね。そうですね。そうなんですけどね。まあ、望んでいるのであればっていうことですね、もちろんね。はい、特に今年は、はい、こういった感染症の問題もあって、今一度自分の健康ってものとか安全ってものに、なんか真剣に向き合うような時間を多くの方が持ったと思うんですよ。まあ、突然断たれる収入源に怯えた方もいると思いますけども、でも逆にその、リモートっていう言葉をね、よく聞くように、そういうリモートワークの世界が私たちの前に開けてきたってことでもあったり、なんか私が聞いたところによるとね、そのジム通いの人が、トレーニングジム通いの人が、なんか、ホームジムを作り出したみたいなことで、その、パワーラックとか売り切れてなかったりするんですよ。まあ、去年のことですけどね。今は多分供給が分かると思うんですけど。で、やっぱそのぐらい健康にものすごくね、特に40代とか50代の方が、本気で思い出した時なのかなと思うんですよね。40代、50代といえば、まだ人生もあるし、働き盛りだし、あと20年、30年、体はね、持ってくれないといけないなっていう、まあ、ある意味、恐怖もあったんでしょうね。健康が失われたら、何もかもが、もうなくなってしまうみたいなね。うん、私もね、同じような思いで、菓子パンを食べながら、
食べ続けても太らない方法を知りたいなと思ってたわけなんですけども、今日はそれになんかね、近いアドバイスがいっぱいあって、いわゆる今日の話をまとめると、基本的にはいろんな細かいところと違うところもあったりとか、プラスアルファあると思いますけども、16時間はまず内臓を休んでもらおうよと。そうすることによって、はい、なんですかね、メンテナンスが終了した状態で、久しぶりにご飯を食べると美味しいし、その時は自由なものを食べても、ちゃんとクリーンアップされた内臓を消化してくれるさっていう形なのかなと思ったんですよ。私のだから良くなかった食べ方っていうのは、その、四六時中何か食べ物が体内にある状態で、良くないとされているものも食べるから、まあ、体はね、傷ついていたのかなと思っちゃったんですけども、確かに16時間をいきなりやるのは、すごくね、難しいような気もしたんですけども、睡眠時間の両側に食べない時間をつけると、なんか案外すぐ終わっちゃうみたいな気もしてきましたね。いや、やってみると、やってみると難しいですよ。あ、やっぱそうですか。うん、はい。特に、時間、まあ、久保先生もそうかもしれないんですけど、時間が余ってる人っていうのは、人間、こう、暇だとなんか食べちゃうみたいなところがあると思うんですよ。逆になんか、忙しいと、その食べる時間がないぐらい忙しいと、食べなくて済むっていう感じで、僕もやっぱり、ジムの仕事がない日っていうのは、結構難しいです。やっぱり食べちゃいます。16時間経ってないのに。ああ、なるほどね。はい。まあそこがリアルなところですね、でもね、逆にね。そうです。うん。いや、これはね、忘れないようにしとかないといけないですね。うん、やっぱり、何もかも簡単にうまくいきますよって話じゃないってことですね、これはね。そうです。ただ、さっきももうポロッと言っちゃいましたけど、ジムが休みの日は食べちゃいますって。毎日やらなくても、週に2回とか3回だとしても、その、16時間断食が効果っていうのは得られますから。え、本当ですか？はい。じゃあ、毎日じゃないとなると、まさに週に1回とか2回とかできるところから始めて、無理なく整えることができますね。うん、そうです、そうです。うん。もう毎日って聞いちゃったら、毎日やらなきゃいけないと思っちゃったら多分、ますますやれないと思うんで、うん。じゃあ、とりあえず週1ぐらいから試してみて、いけそうだなと思ったら、まあ、無理なく週2にするみたいなところで、慣らしていって、それから週3、週4っていうのは、長いスパンで考えていけばいいかなっていう感じですかね。そうですね。まあ、週とか、皆さんの一日のスケジュールがどういうものなのかわからないんですけども、まあ、僕が会社員だった時のことを考えると、うん、割とそんなに付き放題食べれないと思うんで、ランチタイムぐらいだと思うんでね、こうご飯食べれる時間っていうのは。なんで逆にこう仕事をやってた方がやりやすいんじゃないかと思うんですよね。その時間的にこう拘束時間があるみたいな方がやりやすいのではないかなと思うんですけど。うん。はい。ということで、忙しい方向けですね、逆に。そうなると。そうです、そうです。本当に、まず、僕の場合はバターコーヒーを朝食に取るんですけども、うん、まあ、基本的にはコーヒーを入れるだけですから、うん、そうですね。まあ、10分とかで、できます。なんで、考えようによっては、もう朝食の準備はもう10分で、うん、で、あとそれを飲むだけですからね。うん、すごく、で、あとは、別に昼食取る必要がないわけですよ。逆に。なんで、その昼食のために使う時間も浮くわけですね。うん、忙しい方には最適じゃないかなと思うんですね。はい。なるほどね。まあ、それでいて、食べたいものは別に食べてもいいし、みたいなところで、自由度もあるし。うん。まあ、今まで、いろんなダイエットや健康法で、つまずいてきた方には、まあ、ぜひね、私も含めて、トライしたい方法に見えてきたかなっていうところですけども、まあ、ここでね、重吉さん、この動画を見てらっしゃる方とか、今日もライブに何人か来てくれてますけど、本当ありがとうございます。なんかメッセージをね、はい、いただきたいんですよ。例えば、今日話したんだけども、はい、こういうのはどうなのって、私の質問以外にも聞きたいことができたと思うんで、そういった場合の、はい、その、重吉さんの連絡先とか、まあ、YouTube とか SNS のアカウントがあるようでしたら、ちょっとここで紹介してもらうことできますか？
はい、ありがとうございます。で、挨拶としてはもちろんこのライブとか、まあ、動画に後ほどあると思うんですけれども、ライブ動画を視聴してくださって本当にありがとうございます。で、そこでですね、今回は、こういうのを考えたんですよ。オンラインワンコイン相談っていうものを考えました。うん、で、僕の、そうですね、今回の相談内容としては、例えば今回の対談の中で出てきたことの詳細ですね。16時間断食、うん、もうちょっとやってみたいんだけど、自分はこういう生活スタイルだから、うん、まあ、どこでできるかな、何曜日ができるかなとか、うん、まあ、あとは、まあ、バターコーヒー僕使ってますね。これは本当に16時間断食を、僕はこれがないと僕はできないので、でバターコーヒーじゃあ作ってみようと思うんだけども、ちょっとね、材料になんか こだわりがあるんですね、このバターコーヒーっていうのは、うん、なんで具体的に僕のバターコーヒー5年以上続けてますので、まあ、その中で、よりこうリーズナブルな商品とかも探し出してきてますので、まあ、具体的に僕こういうの使ってますよっていうようなこともお伝えできます。で、あとは、プロテインなんかもこのダイエットに僕よく使うようになって、まあ、プロテインっていうのも結構種類があるみたいなんで、まあ、そのプロテインどういった種類があります、でこういうものがいいんじゃないですか、こういうものがおすすめですっていうこともアドバイスできるかなと思います。で、そのこの今回の動画の対談の内容についての詳細の相談ですとか、あとは、僕はキックボクシングインストラクターっていうことで、ほとんどね、ジムに、最初に来てくださる方は、キックボクシングの経験はもちろんないですし、あとは、運動からも遠ざかっちゃってる、もしくは運動経験がほとんどないっていう方も多いです。なので、そういった方たちのために、例えば、まずは本当に運動ができる体、作りとかですね、うん、あとは健康とかね、ダイエットにいい効果的な運動とか、そういったことのアドバイスですとか、悩みご相談があれば、そういった運動筋トレに関するご相談を受け付けられます。あとは、こんな感じでですね、自宅でこのオンラインでキックボクシング習ってみたい、やってみたいっていう方のご要望にもお答えしようかなと思います。僕のコンタクトの方法なんですけども、YouTube チャンネルですね、体調管理と健康投資チャンネルっていうものがあります。そこにコメントご自由に、どの動画でもいいんでご自由に。あとは、公式 LINE アカウントっていうのも持ってます。そのキックボクシングの僕のトレーニング動画ですとか、あとは会員さんのトレーニング動画なんかを上げさせてもらっている公式 LINE アカウントですね。で、メッセージ具体的にこの公式 LINE アカウントに送っていただく、お友達追加していただいて送っていただけると、うん、ご相談に乗れると思います。あ、はい、ありがとうございます。連絡先はそういった形で、検索で YouTube 検索とかで探せばいいんですかね。そうですね、体調管理と健康投資チャンネルっていうものを探していただければいいと思うんですけども、どうしましょうね、本当に何かテキストを貼るところとか、こういうふうにやったらね、よかったような感じもありますけども、はい、まあ今日はちょっとこう、そうですね、運動する環境を作ってもらったんでちょっとないと思いますんで、この動画がね、はい、YouTube にアップロードされますんで、動画概要欄に貼るようにしておきますね。またメールでここですよって送ってください。はい、URL とか何か。はい。すぐ。はい、ありがとうございます。明日の朝までに貼っときますんで、はい、よろしくお願いします。はい。はい。それではね、いろいろとお話聞けて、16時間断食、そして、残った8時間で、割と好きなものが食べれるよっていうこと。うん。しかもこれが週1回からでも、もう効果が出るんで、ちょっと試してみようかなと思う方も出ると思うんですよね。プラスアルファで今日、最後、先ほど聞けたのは、一人一人のコンディションとか、空いた時間とか、体力とか年齢に合わせた、その、運動をね、もう一回やっていこうっていうコースとか、それから健康を作るためのメニューっていうのを、なんか相談してさせていただけるということなんで、これは一部有料になる、有料になるところもあると思いますけども、まあ多分ね、このリモートで学べる機会っていうのは、今ポツポツ出てきましたけども、多分、まだね、どこにリモートで健康の依頼をすればいいのか。キックボクシングをはじめとする体調管理をお願いすればいいのかって、まだ見えてないと思うんで、ほとんどの方。だから、ここで行きましょう、みたいなね。まさに今日出会った
事業者さんにお願いしてみたらいろいろと見えてくるんじゃないかなと思うんで、今、キックボクシングインストラクター、現役でいらっしゃいますからね。もうこれほど頼りになる人はいないと思いますし。まあ、しかも、特化塾に入ってるということで、信頼も抜群。私も超おすすめでございます。とりあえず、その、週に1回ぐらいから私もね、内臓を休ませる習慣をつけてみようかと思いますんで、また相談させてください。はい。はい。あ、ぜひまた、対談をお願いいたします。そうですね。またやりましょうね。それで。楽しかったですね。はい、意外と、どれぐらい続いたのかな。あ、すごい、50分か。すごい、すごい。はい、ちょうどタイミング、心ぐらいに。あと、せっかくなんでね、シゲオさんの方から、視聴者さんに、これ今ライブに来てくださってる方、プラス、YouTube に上がったら、やっぱりね、100人前後の方が見てくださると思いますんで、ぜひね、メッセージを送っていただいて、はい、今日は締めの言葉にさせてください。じゃあ、よろしいですかね。お願いして。難しい。はい。いや、もう自由に、いつ頃からキックボクシング始めて、昔はどんな、スポーツが好きで、みたいなね。そんな感じでいいと思います。新吉さんのことを話してくれればいいと思いますから。なるほど。そうですね。まあ、そうですね。僕の大好きな、じゃあ、キックボクシングを始めたのはですね、社会人になってから2年目ぐらいだったと思いますね。その理由は、まあ、やっぱり、運動不足解消っていうのが、まあ、僕の理由で、始めた理由ですね。で、もともと K1 っていうですね、格闘技が好きで、K1 ファンっていうのもあって、会社の近くにキックボクシングジムがあったので、あ、じゃあ、運動したいし、K1 ファンだし、ということで、キックボクシングを始めました。で、当初は、やっぱり、本当に運動不足解消っていうのが目的だったんですけれども、やっぱり、こう、一緒ぐらいに始めた、未経験者で始めた方たちが、アマチュアの試合に出た。ってね、そういう話を聞いたりすると、あれ、あの人ができるんだったら、僕もできるんじゃないのというふうに思ってきて、まあ、これは結構、ジムの中でよくあることだと思うんですけどもね、あの人が出たから僕も出るみたいな、そういうことで、アマチュアでだけですけどもね、何試合か試合をしていました。で、まあ、試合はしてみたんですけども、まあ、そんなに強くなかったですね。あまり強くはなかった。勝ったり負けたりで、全然活躍はあまりできなかったっていう感じで、まあ、それでも20代の頃ぐらいまでにもう試合はもう出なくなっちゃったんですけども、30代になってからも、ずっとね、キックボクシングジムには通い続けました。もうそれはやっぱり、ジムで気心の知れた会員さんと、まあ、練習したり、スパーリングしたりするっていうのは本当に楽しかったんですね。うん、で、まあ、そういうところでね、会社を辞めて、まあ、なんとかフリーランスやっていくっていうところで、一旦こう、ジム通い辞めてしまったんですけれども、うん、やっぱり、キックボクシングはやりたいなというふうに思ってた矢先に、たまたま近所にキックボクシングジムオープンして、インストラクターやるんだったら、練習にも使っていいからっていうことだったんで、これはラッキーというふうに思って、またインストラクターを始めてみました。まあ、最初は、教える方になったっていうことで、戸惑いはあったんですけれども、やっぱもともと、なんか難しい体の使い方っていうのを人に説明する、難しいことを人に説明するっていうのは好きだったし、うん、キックボクシングももちろん大好きなことだったんで、まあ、本当にね、この仕事は、まあ、転職って言ったらね、この先にもっといいのが出てくるかもしれないから、大げさかもしれないですけど、まあ、本当に、いい仕事に出会えたなというふうに思っていて、まあ、そういうことね、まあ、このような僕であればね、もっと、他の、たくさんの方たちの役に立てることがあると思います。だけど、どんなことができるかっていうのは、まだあまりよく分かってないところもありますので、まずは、相談、ご相談ベースでね、こんなことを悩んでますとか、はい、言っていただければ、まあ多分ね、先ほど申し上げたこの3点ぐらい、今日の対談の内容とか、運動、筋トレ、まあ初心者の方、で、キックボクシング、これから始めようかとか、まあ中級者の方たちの、まあ、お悩みでしたら、多分、ね、お答えできると思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。まあ、はい、やっぱりね、社会に出ると、運動はしなくなるんでね。特にこれから在宅ワークされる方とかは増えると思うんで、これはね、
通勤っていうのは案外運動になってるんですよね、きっとね。めんどくさいながらも。満員電車も運動。ね。僕はね、通うのも運動。駅まで行くのも運動だし、運転ももしかしたら運動かもしれません。神経使いますしね。でも在宅になると本当にね、1日に1000歩歩かなくなるんで、やばいですよ。こういうのが何百日も続くと。気がついたらブクブクになっちゃってるかもしれないんで、健康はこれから大きなテーマになると思いますんでね。やっぱこう、シグロさんみたいなインストラクターさんとお付き合いを深めていくことを私もお勧めします。はい。じゃあまたパート2をね、この続きとか、また別のテーマとか、いろいろ考えていきたいと思いますんで、またよろしかったらお付き合いください。はい、はい、もちろん。ありがとうございます。では今日ね、見てくださった方も、健康に心配のない方は一人もいないと思います。ですんでね、まずは、シグロさんにメールかなんかでね、LINE とかでご相談されるといいと思います。きっとその中でね、自分が何をやっていけばいいかってことが見えてくると思いますんで、今日は私のね、希望で、なんか、暴飲暴食ダイエットテーマでやらせてもらいましたけども、まあ皆さんもね、まあいろんなテーマで、体を休めたりとか、健康に気を使ったり、そして皆さんの周りの方を健康にする意味でも、絶対にシグロさんとの縁は強くした方がいいと思いますんで、おすすめでございます。ね、これからもよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。では、次回、皆さんまたお楽しみに。シグロさんも今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。お疲れ様です。深夜まで。ありがとうございます。また会いましょう。はい。ありがとうございます。またお願いします。